き上がった。ファミマがファミチキとかのり弁 40% 増量。マジで 40% も増量なんですか。ローソンで買ってきちゃいました。ローソンでなんか自分でさ、自分でなんかレンチンするやつで、これなんか袋から出してくださいってあるから、袋こう開けたんですよ。それでレンチンしたの、なんか爆発するからだと思うんだけど、なんか自分でレンチンするタイプのローソン。あとこれも買ってきました。これも一応レンチンしてきた厚切りロースカツ。シングルマザーどう思って、まあ、ぶっちゃけた話、まあ、はっきり言わせてもらうと、なんかその夫側がその結婚する前からなんかもう絶対結婚、この人と結婚しても結婚生活うまくいかないなみたいなのが分かってる、そういう予兆があったのに結婚したやつははっきり言って計画性がないっすよね。はっきり言うと、たっぷりソース美味しい嬉しい思わない。なんかさ、まあなんか恋愛とかってさ、一種の魔法みたいなもんだから、その魔法にかかっちゃってもう後先のこと考えないで、とりあえず目先のなんか結婚したいって欲だけで動いて、なんかもうそういうなんかこの人でも結婚したらやばいだろうなみたいな判断できない、まあ、判断ミスなわけですよ。そういう予兆があったのに結婚しちゃった人って、まあ、そういうのってはっきり計画性のない、まあ、ある種自業自得なのかなみたいなとこもなくはない。まあでも、わかるけどね、恋愛って魔法だから、頭でわかってても心が動いてたらね、もうどうしようもない、なんないってこともあるからわかるんだけど、まあちょっと計画性があれなのかなっていうところは、まあ、いがめないというか。でも、結婚する前は全然すごいいい人だなって感じだったのに、結婚してから変わったっていう、まあ、要するに予兆がなかったパターンは、まあある種被害者なのかなと思いますよ。わかる？結婚してからその人の本性が見えてきたりとか、人格が変わったとか、そういう、まあだから要するに こいつと結婚してもやばいだろうなっていう、結婚する前の予兆がなかったら、ある種被害者なんじゃないですか。言ってることわかるかな。だから同じシングルマザーって一括りにしても、まあそのある種自業自得なのか、もしくはその被害者なのかっていうのは全然違うと思いますよ。ケースバイケースで、状況によって結構マジレスする。はい。はい。だからまあ僕はシングルマザーがみんなダメだとも思わんけど。人によると思いますよ、うん。まあ、あとその計画性がなかったとしても、まあ、ある種恋愛の魔法にかかっちゃったっていう気持ちもわからんでもないし、まあただ子供とかいるんだったら、まあ、はっきり言って子供のねことも考えられてないアホ、ね、恋愛の魔法にかかったただのバカだとは思いますけど、よいしょ。じゃあいただきたいと思います。いや、公園なのに高いっすよ。1時間ぐらい待たないと。おかまじまりって失礼したいわね。私がどうやって座ると勝手でしょ。私の一日に文句つけないでくれる。私がおかまじまりしちゃったら法律に触れるっていうの。
誰かのなんか気分でお返しするっていうのお金の勝ちでしょ、うん、確かにからしマヨネーズが欲しいね。ないっすけど、からしマヨネーズとかいいね。あれアマゾンとかで買えるよね。前買おうと思ったけど買ってねえわ。一平ちゃんのカップラーメンってからしマヨネーズついてんじゃん。でも俺マヨラーだからさ、あんだけじゃ足んないのよ。だから普通のマヨネーズ足すんだけど、あー普通のマヨネーズって思っちゃう。一平ちゃんのからしマヨネーズがついてんのになんで普通のマヨネーズなんで、からしマヨネーズ単品で売ってくれよ、このソース、このからしマヨネーズ単品で売ってくれよと思ってたら、アマゾン漁ってたら売ってたんだよね。いつか買おうと思って買ってないけど、醤油のエルカラー揚げだって。だからおかめ納豆のね、納豆のタレって少なかったりするじゃん、もっとつけたかったりするじゃん。普通の醤油じゃなんか美味しくないじゃん。おかめ納豆のタレとか売ってんですよ、俺前買いまして。マヨネーズ欲しいな。納豆のタレだけ買って使ってない。あれね、多分賞味期限切れちゃった。あれ本当は1本だけ買いたかったんですよ。そんないらないじゃん。でもあれまとめ売りしかなくて、しょうがなくまとめ売り買ったのよ。単品で売ってなくて、なんか10本入りだったかな、しか売ってなくて。高いのって、いや別に数千ぐらいしか。野菜好きですよ、別に。昨日のホットモットも唐揚げにしたね。味噌汁、あー豚汁とかあったらいいね。豚汁なんかオカマで思い出したけど、昔中根金春ちゃんってやつがニコ生いたんだよね。あのおかまに俺昔キレられたんだと思い出した、なんかよく思い出したな。みんな絶対知らないだろうけど、コミ人数4000人ぐらいあったかな。見てたマジで。あ、知ってる、うん、昔ニコ生で中根金春ちゃんっておかまの配信者がいて、もうその人に昔超キレられた。10年以上前ですよ、多分。じゃあ、大人しそうだったらよく見てるね。まあ、ウトって名前の時点でそうか。ウトっていう名前の時点で、俺の昔からのヘビーリスナーがね。女性さん始まった。
味しい。まあコンビニの弁当だからさ。美味しいって言われても。まあコンビニの弁当もね当たり外れはあるけどさ、まあ、特別まずくも特別うまくもないかな。フライじゃないからとんかつですよ。とんかつ、ローソンの弁当ですよ。健康診断は分かんない、いつだろう。じゃあやってなくね。健康診断で多分最後やったの学生の頃だと思うよ。大人になってから一回もやってないと思うよ。学生の頃なかった健康診断みたいな、なかったっけ。身体測定かな。いや、これ健康診断で多分一回待ったことないでしょ。タバコは酒もやらない。なんでホットモットやらないの。ホットモット買うのなんかめんどくさくてすぐそこにあるんだけどさ、なんか買うのめんどくさかったら予約もしてないし時間かかるじゃん。絶対ホットモットの方が美味しいのよね。わ、まあ、かるよ、味は絶対ホットモットの方がいいよ。めんどくさいのよ、なんか予約してなかったし時間かかるじゃん。まあ、もうコンビニでいいやと思って。待たなくていいんだったらホットモットの方がいいけど、なんかめんどいのよね。あとホットモットの中にいるのがなんか前も言ったけど、なんかなんだろう、不快感があるのよ。ホットモットの中にいるのが不快感ある。コンビニにはないホットモットの中にいて待ってるのが不快感がある。わかる。多分何もないからね。コンビニとかで仮に待ってるんだったら、まあ雑誌なりなんだろう、飲み物だったりカップラーメンとかお弁当とかいろいろあるじゃん。なんか時間潰せる感があるね。でもなんかホットモットって基本的に何もないじゃん。飲み物とかちょっとあるぐらいで、デザートとか、まあ、それしか見るもんないから、人間って多分何もしないのが一番結構精神的にきついじゃん。何もできなくて、何も見るものがなくて何もできないのに、みんなあの弁当を買うためだけにみんな来るわけじゃん。でそれで待ってるわけ。なんかそれが嫌なのよ。なんか、どうして過ごしたらいいのここみたいな。で待たされるから、なんていうの、わかる。例えばだけど、それってほら、それでいてホットモットって狭いじゃん。狭いじゃん。それでいてわかる。コンビニのがまだ広いじゃん。狭いところに何もないのに閉じ込められてる閉鎖恐怖症、閉所恐怖症みたいなとこもあるじゃん。
あとそう気まずい、なんかみんな待ってて、だからもしホットモットがもっと店舗の敷地がもっとでかくなって、店内がね、で例えば中にゲーセンとかあったら多分違うと思う、わかる、そういうことなのよ。ホットモットのあの店舗のでかさを例えば、じゃあ20倍ぐらいにして、極端な話20倍ぐらいにでかくして、そこにねお弁当をあの買って待ってると待ってる時にゲーセンとかあるの、例えば、でそしたら俺多分あの全然不快じゃないと思う、中にって、うん、ヘルスの巻きアイス、まあ、確かに言いたいことは分かるけど、ホットモットのね店舗20倍ぐらいのでかさでしたね、待ってる人用にゲームとか置いてあれば多分不快感はないんですよ。例えばなんか俺一つ好きなんで、一つとかのこう100円でできるゲームとか置いといてくれれば、完食ちょっと足んないけどね、ドライブスルーあればいい、まあ確かに分かる、それ分かるわ、それ分かるね、確かにホットモットのあの狭い何もないところに閉じ込められる感が嫌なのよ。ドライブスルーだったらその閉じ込められてる感ないから、確かにドライブスルーあれば全然いけそう、不快感なし、うん、だからさ、何もないところ何もない狭いところに閉じ込められるの嫌じゃないですか、絶対そうだって何もなくて何で時間潰せばいいのみたいな、でいろいろなんか人も来るしみたいな、でみんな同じ弁当を買って待ってるだけの人たちなんや、そんな人たちがいっぱい来る中、あんな狭いに何にもないところに閉じ込められて不快感があるんだよ絶対、なんか得体の知れない不快感がある食い切った。デザート食いたいな。デザート。あと多分1時間近く待たないと。今コインランドリーいるんですけど。ローソンのスイーツ。またローソン行かないとだもん。まあ、近いけどさ。料理配信めんどくさいね、めんどくさいですよね、デザートクレープとか食いたいな俺さ、一番好きなデザートって何かなって思った時に、なんか結局多分クレープなんすよね、おいしてもさ、味で言ったらクレープ大好きなんだけど、クレープ食うのめんどいのよ、わかる、なんだかんだ俺多分クレープ一番好きなんすよ多分、ただ食うのがめんどくさい、食いにくい、こういろいろこう甘いネバネバしたクリームとかつくし、こうガガガってやったら食いにくいし、ここつくし、食いにくいけど味で言ったら、美味しさで言ったら絶対クレープなの。クレープの何味？なんかさ、チョコバナナクレープとか結構人気じゃん。俺それじゃないんだよね。多分クレープってチョコバナナ系が人気じゃないですか。俺なんだろうな。アイスが入ってるやつがいいの？俺わかる？生クリームとアイスが入ってるやつがいいの？
あ、ブルーベリーとかもいいですね。いや、チョコバナナ俺あんま好きじゃないんだよな。別に嫌いじゃないけど、あえてそこは別に他の、例えばイチゴとかのまだいいっていうか、うん、あの、まあブルーベリーとかいいっすね。ブルーベリーいいかもしんない。あとなんか喉乾くのよ。なんかさ、生クリームだけどちょっと喉乾くじゃん。でアイスが入ってるとさ、そのアイスがちょっとなんか喉を潤す感じあるじゃん、溶けて。ちょっと飲み物でもないけど、わかる。だからその喉の潤いが欲しいから、アイスが入ってるやつじゃないと嫌なのよ。わかります？途中で喉乾く感じがあるのよ、アイス入ってないと。でアイスが入ってると、その喉の、喉のあの乾きをちょっと癒してくれる感じがあるから、だからアイスが入ってるやつがいいの、うん、マックのパインフラッペ昨日食いました、飲みました。ティラミスね、まあ、ティラミスも美味しいけどちょっと甘ったるいよね。サーティーワン、なんかさ、サーティーワンアイスってさ、美味しいんだけどさ、なんか惜しくない？わかる？サーティーワンアイスって美味しいんだけど、なんか惜しくない？味が。もうちょっとうまくできないっていう。もうちょっとうまくできるでしょみたいな。わかる？そう、あ、サーティーワンアイスって、いや別に美味しいやつ美味しいのよ。フレーバーによるんだけど、フレーバーによって美味しいまずい。まあ好みもあると思うんだけど、美味しいやつもあるんだけど、なんか惜しいの、なんか甘ったるすぎんのよ。もうちょいなんかさっぱり、なんかフルーティーな感じにしてくれたらもっと美味しいのになみたいな。うん、わかる。なんかちょっと惜しいんだよね。決してまずくはないんですけど、うん、なんだろうな、なんか学生の頃のテストとかで言ったらもう多分87点とかなんですよ。わかります？87点のテスト取ったら、あと13点が超惜しいじゃん。13点あったら、87点取れたら、あと13点取ったら、100点満点なのになっていう、その13点がめちゃめちゃ惜しいこの気持ちと多分似てる。でも、ね、5点のテストの人が13点を取っても、18点になるだけで、5点の人って別に13点そんな惜しいって思わないやん。わかる？もうね、テストで言ったら87点ぐらいなんですよ。で、あと13点あれば100点満点取れたのにっていう、あと13点欲しいなっていう惜しさ。なんか31ってそんな感じ。31って言うから31点じゃないよ。全然31は31点じゃない。87点はあるんだよ。まあ、その31じゃないと思うけどね。31じゃなく、87点なんですよ。あと13点！あと13点で、ね。100ですよ。うん。31種類だからね。いや、それは知ってるんだけど、でももはやもう31じゃないじゃん。もう AKB48 と、みたいなもんじゃん。わかる？ AKB48 ってもともとさ、あの48人だったから48だったけど、どんどんなんか、メンバー入れ替えてさ、なんか新メンバーとかって、なんか入れて、48じゃなくなったのよ、後半。え、31もそうじゃない。多分、最初はフレーバー31点だったんだ。だから31なんだろうけど、いろんな新しい、なんか、あの、期間限定とか新しいなんかフレーバーできましたって。もうもはや31じゃない。まあだから、元祖31ってことで。AKB も元祖48ってことだよ。多分 AKB と同じなんですよ、それ。うん。ミスドは何点？ミスドっすか？何点だろうな。ミスドか。でもさ、ミスタードーナツもなんか惜しいんだよね。わかる？これはちょっと31と似てるかも。いや、ミスドも美味しいやつ美味しいんだけど、
まあ、てかそもそもドーナツっていう素材自体が完璧に美味しくできるもんじゃないんか分かんないけど、ミスタードーナツもさ、なんか単価足んない、あともうちょっとなんか加えればもっと美味しいのになみたいな、なんか完璧じゃない感じがする。うん、なんかね、フルーツジッパーで言ったら松本カレンなんですよ多分、まあ、多分みんな分かんないと思うけど、松本カレンちゃんって可愛いんだけど、なんか究極可愛くないんですよね。なんかちょっとずれてる、あ、なんかあとちょっと惜しいなみたいな、なんかそうなんすよ。サーティワンもね、ミスドもなんか惜しいんすよね。完璧じゃないんだよね。完璧なチェーン店ある、完璧なチェーン店ですか。まあないんじゃない、いや分かんない、俺が知らないだけかもしんない。あ、でもなんかあれ、ここチェーン店にしてはクオリティ高いなみたいなとこあるけどね、うん、あ、スタバは美味しい、スタバだよ、スタバは完璧だよ。あ、全ての商品がではないです、一言言っときますね、補足しておきます、全ての商品ではないです。前俺ちょっと配信で言ったんだけど、ストロベリーフラペチーノって言って、あれ完璧よ、他の商品は別に完璧じゃない、スタバのストロベリーフラペチーノだけはマジで完璧、あんなに美味しいフラペチーノマジないよ、あれ100点どころじゃない、120だよあれ、ほんと120点取れるあれは。スタバのフラペチーノはまず120点だよ、完璧よ、いや完璧を超えてる。うフラペチーノは俺さ、なんかさ、なんか抹茶系のデザートあるじゃん、まあ、フラペチーノもそうなんだけど、なんか抹茶アイスとか抹茶フラペチーノみたいな、女の子でさ、ま、抹茶のメニュー頼むやつ俺嫌いなんだけど、わかるわかる。じゃスタバ行ってさ、何飲むって言って抹茶フラペチーノって言ったら、俺もう内心冷めるからね、ちょっとわかる。なんかもっとさ、ストロベリーとかなんかイチゴとか言ってほしいじゃん。おー、何それ、すかした感じ、大人びたみたいな。だから俺、幼い感じのね、女の子してる子が好きなんですよ。女の子キュンキュンしたいの。抹茶ってちょっと冷めない、なんか。おー、だからもっとイチゴみたいなのがいいじゃないですか。抹茶て、だってさ、なんかなんだろう、ザ・テレビジョンってさ、なんかレモン持ってこうやって取るじゃないですか、表紙をね、レモン持って取るじゃん、あれを、じゃあザ・テレビジョンのさ、表紙をさじゃレモンじゃなくて、例えばイチゴ持っててみ、でっか、大きくて甘そうな、めっちゃ赤いでっかいイチゴ、絵になるじゃん、ザ・テレビジョン撮って、それで撮っても絵になるでしょ。抹茶持っててみ、なんか違うじゃん、かわいいアイドルみたいなロリロリな女の子がさ、イチゴ持ってテレビジョンの表紙撮るのと、抹茶持って撮るんだったら、どっちが可愛い？イチゴじゃない？なんか違うんだよね。なんか抹茶とかいう時点で、なんか、あおみたいな。
なんか、なんだろうなんだろうね、じゃあもっと分かりやすく例えるとあれですよ。じゃあね、すっごい可愛くてなんかキャピカピした若くて超可愛いピッチピチのね女の子がいて、すごい可愛いんですよ。でその子とじゃあ初デートってなりましたね。うん、でなんかなんだろう、まあ、クレープでもスタバでもいいんですけど、なんか例えばイチゴのね、イチゴのやつと抹茶のがあって、何がいいって言った時にイチゴとかって言ったら可愛いじゃないですか、キャピカピな女の子が。でそこでさ抹茶って言ってみ、なんかもう違うじゃん、なんか違うじゃん。なんかキャピキャピ感が薄れるじゃん、なんか落ち着いちゃうじゃん、なんか、うん、なんか落ち着いちゃうよね、なんか鎮静剤とか打たれたぐらい落ち着いちゃうよ、わかる、うん、すっごい可愛い女の子と、あ、今日初デートだみたいな、わあどこ行こうみたいな、で今日何これなんかスタバの何飲みたいって、イチゴって言ったらなんかもう本当になんかね、あれですよ、もうバイアグラを渡されたぐらいですよ、うん、イチゴって言われたら。でもそこで抹茶って言われたら鎮静剤打たれてるよ、もうなんかもうなんか違うもん、わかる、なんか冷めるやん、なんか抹茶って、だからね、もし男との初デートみたいな時にね、女の子がそういうストロベリーか抹茶かっていうメニュー欄があったら、本当はね内心抹茶食べたくてもそこは我慢してストロベリーっていうのがデートとしては正解ですよ、マジで。自分が内心ね抹茶食べたいなって思っても、相手のねなんかこうデートを楽しませたいっていう気持ちが少しでもあるんだったら、そこをねもう譲歩して、うん、自分は抹茶食べたいけど我慢していちごって言っといた方が無難ですよ。そういうの方が多分男性は喜びますよ、うん、はい、またあと色とかも影響すると思うよ、うん、知ってます？人ってその色によってこう目で見るじゃん、色によってなんかこう興奮するとか落ち着くとかってあるじゃん。例えばなんかピンクとかさ、赤いようななんていうんですかね、ものを見ると人って興奮とかするんですよ。イチゴって言ったら赤じゃないですか。でイチゴをちょっと見ただけで、そのイチゴの色をちょっと見れるわけ。もし見なくても、あ、この子イチゴの、イチゴのね、クレープ食べてるんだと思ったら、なんか頭でイチゴを想像するじゃん。実際その子の、クレープのイチゴを見なくても。この子イチゴ食べてるんだってね、頭の中にイチゴ、つまりは赤がこう連想されて、ほわーって脳みそがね、赤をイメージするんですよ。イチゴの。で、そうするとやっぱね、ちょっと違うんですよ、気分的に。いや、まあ、そう、牛で例えたら分かりやすいかもしれない。だからね、あのね、それを抹茶って言われたら、もう抹茶のあの緑色の、あれを想像するやん。なんか違うじゃん。なんかもう、闘争本能っていうか、なんか違うじゃん。いや、ほんと鎮静剤打たれてる感じ。うん。わかる？まあ、例えばね、ラブホ行きます。ラブホ行って、なんかこう、まあ、お互いじゃ裸になりまして、で、その、赤とかピンク色のなんかこう、ライトがあったら、なんかちょっと良くないですか？なんか興奮というか、なんて言うんだろう。なんかエロく見えないですか？
緑のなんかライトよりもピンクとか赤系の方がなんかエロく見えるというか、なんていうんですかね、わかる？なんか多分それなんよ。いや、色によって全然感じ方違うやん。いや、ほんとそれあるからね。あ、じゃあもっと超わかりやすい例え。超わかりやすい、例え言うよ。カレーライスあるじゃないですか。カレーライスが味はそのままなのに、ね。青色だったらどうする？カレーのルーが。食欲失せない。ちなみに昔ニコ生にはあったんですよ。昔ニコ生のね、本社ってところがあって、そこにね、カレーなんですけど、カレーのルーに、食紅って言うんだっけ、ほら、食えるけど色をつけるなんか粉みたいなじゃん。あれで、なんかこう、青色にしたんです。青いカレー、ブルーカレーっていうのを作って。でも味は普通にカレーなんですよ。でも、その、青い見た目だからなんか食欲失せるみたいな。ダイエットにもいいですよ、みたいな。そんなんがあったんですよ。色って大切だからね。だから、牛丼屋とかもそうですよ。例えば、吉野家の、紅生姜ってあれ絶対赤く染めてるじゃん。美味しく見えるように。でも、すき家とかはあれ染めてないじゃん。そのままの結構色じゃん。わかる？見た目で言ったら吉野家のなんかすごい赤く染まったやつなんか美味しく見えるじゃん。そうそう、終わろうか。アイテムが来ないどころかコメントがなくなってきたから終わろうかな。コインランドリーあと30分ぐらいじゃないですか、多分。あ、でもこの枠開始してから40分だから、あ、もうちょっとかな。この枠を開始する20分前ぐらいに多分スタートしたんですよ。で、1時間20分かかるんで、洗濯が。まずこれ回してからローソン行って、これコンビニで弁当買って、で、コインランドリーの駐車場来て今食って配信してるんで、うん。あ、知ってますよ、日経リバウンドしてるの知ってます。どうしようかな。仮想通貨はやばい、下がってきてちょっとリバしてるけど、まあでも上がると思うけどね。終わろうかな。アイテムも飛ばないし、コメントも流れないし、話すことないし、配信やりたくないし。もう終わろうかな。匿名の方、スペシャルドリンクあります。3個。ありがとうございます。あ、バイ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 。
なんかレンズが、あ、なんだこれ、光のあれかな、屈折みたいなやつかな。レンズが動いてたのか。アイス食べてる。そうね、吉井さん、そうなんや。あどうしよう、マジで。あ、そういえば TikTok の無限さんがあれに載ってたね、ヤフートップに。知ってます？俺びっくりしたわ。2日前だか1日前ぐらいになんかヤフートップに載ってたよ、ヤフーニュースで。なんかその5分 なんだっけ、バトルを5分のバトルをして、相手がなんだっけ、世界何位かのなんかギフト投げられるなんか TikToker だかなんだか でその人となんか対戦したっつんで、5分でいくつつったっけな、5分で1億何千ポイントが来たんだって。1億何千ポイントで、その TikTok の、あ、違う、ヤフートップの、そのヤフーニュースを書いた人は、その5分で、1億円分の換金できるポイントを手に入れたみたいな感じで書いてたんだけど。で、俺なんかね、その、TikTok を見てたら、プラス、それのなんか天才動画があったんですよ、その バトルの時の。少なく見積もっても5000万は投げられた。そう。で、そう、俺も一応なんかその天才動画見たんすよ。なんか載ってたから。で、そしたら、そのグローブっていうね、グローブっていうアイテムを使いながら投げられてたので、で、そのグローブってのは、その投げ銭ポイントがその2倍とかになるんですよ。そのグローブを使用してるとき。その投げ銭のなんかランキングポイントみたいな、要するにフワッチでいうランキングポイントみたいなやつ、マンスリーポイントとか、イベントポイントみたいな。でもそれって、ほら、フワッチだとほら、イベントアイテム投げられたら一定の確率で何倍とかになって、で、イベントを競うそのランキングポイントは倍になるけど、配信者が換金できるポイントはそのままじゃん。それと一緒なんですよね。で、なんかそのグローブを使った状態で、なんかそんだけ投げられてたから、で、おそらくグローブって多分2倍になるんだよ、そのポイントが。で、その、ランキングポイントって大体そのポイントの8割掛けぐらいが配信者に来るんですよ。大体。で、1万ポイントだったら大体8000ぐらいが配信者に来るのよ。換金できる。で、その、なんだ、8000円来たとしてもランキングポイントは1万ポイントで、で、さらにグローブをした状態でそれが投げられると、ランキングポイント自体は2万ポイントになるの。ただ、結局配信者に換金できるのは、その、8000ポイントぐらいなの。元の1万ポイントの。大体。還元率良くないっす。還元率は8割じゃないです。あくまでその、表示ポイントの8割ってだけ。それが勘違いしやすいんですけど、実際の還元率は、30% から 60% ちょいぐらいです。それは、視聴者がどうやって投げるか、課金方法はどうか、あとはその人が事務所に入ってて、その事務所のバックをもらってるかによって変わる。で、そういうものによって変わるんだけど、だいたい下が 30% ぐらい還元率。で、上が 60% ぐらい。60% ちょいぐらい。あー、みーさん、スイカです。お、洗濯お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。で、それで、1億何千万ポイント言ってたけど、でもグローブを使ってのやつだから、多分、元が5000万ポイントぐらいなんですよ。6000万ポイントぐらいかな。多分、1億2000万ぐらい言ってたんだっけ。だから、それを純粋に1億2000万を2分の1したら6000ポイントじゃん。6000万ポイントじゃん。で、その6000万ポイントの大体8割掛けぐらいが配信者に入るから、
でもすごくない？ 5 分で5000万稼ぐってやばいだろ。あー、匿名の方、いつも面白い話ありがとうございます。お前がアラブの説教、ウィルズ、ビルイツ、ソフトバンク、ソンバセシ、ありがとうございます。ありがとうございます。ハートアナビ、ありがとうございます。うん。5分で5000万稼ぐってえぐいで、やばくない？よくそんな稼げるよな。いや、そら符号がついてるんだろうけど、にしても5分で5000万って次元が違うよな。だって5分でさ、サラリーマンの10年分以上のイベントに無限モデルらしい。あ、そうなんだ。5分で5000万はえぐいな。俺5分で5000万来たらどうする、マジで。5分で5000万ってえぐいよね。マジかよ。宝くじじゃん。宝くじじゃん、もう。5000万ってさ、宝くじレベルだよ。ちょっとした宝くじじゃん。はあ。あんた5時間で500円。ちなみにこの枠今653円来てます。50分ぐらいで。うん、まあ、さっきの枠はもっと投げられましたけど。あ、匿名の方、ジュース3個ありがとうございます。あげる。ありがとうございます。はぁ、あ、マジか。いいなぁ、そんな投げ銭あったらいいなぁ。羨ましいわ。はぁ、あ、俺5分で5000万と来てからマジどうする、これ。5分で5000万来たらとりあえず借金返すよね。あと仮想通貨買うよね、追加で。そしたらすごい楽だよな、5分で5000万来たら。あともうちょっとかな、あともうちょっとで多分選択終わるわ。はあ、小沢奈穂、知らないよそんなの、誰やねん。はあ、雨が降ってきている。小沢奈緒ってあれか、あの昔の AV 女、あの人多分漢字違くない、それ、その漢字で合ってる。小沢奈緒ってあのなんかここにほくろみたいなある人、多分胸が D カップぐらいの。雨降ってきてますね。だよね、小沢奈緒、それだよね、漢字違うもんね明らかに。小川奈緒か。あ、及川奈緒、知らないよその小沢奈緒って人。お前みたいに何の準備もせず誰々してるやつにチャンスの神様は来ないよ、一生夢見てろ。いや、そんなことない。結局、符号がつけば稼げるから。符号がついたら稼げるから。朝の光が AV 入れたら見る。あの、浅野先生ってもう子供産んじゃったでしょ。子供産む前だったら見たかったけどね。めっちゃ雨降ってる。やば、めっちゃ大雨やん。めっちゃ大雨やん。めっちゃ大雨なんですけど。まあでもすぐ止む夕立系だねこれ。
だって雲がなんかこうまばらっていうかさ、なんて言ったらいいの、雲がないとこもあるし、これすぐに、やしかも大粒だしさ、雲も大して覆われてないし、大粒の雨だし、こんなの一瞬で止むやつですよ。雨だ。雨だ。雨だ。浅野先生の回では見たいだろ、まあ見たいっちゃ見たいけど、でも浅野先生って G カップでしょ。俺正直愛情がいいんだよね。まあ G でもまあ別にいいけどさ、理想は愛情だから。めっちゃ雨降っとるやん。ちょいちょい発言が最低で、いや別にさ、自分のね、女性の好み言うのが何が最低なんだよ。そんなこと言ったら女だってさね、いや身長高い人がいいなって言うと、それと何が違うんだよね。何言ってんのお前マジで。だったら身長高い人がいいなとかってさ、じゃあ身長低い人は何なんだよ。じゃあ、ね、身長165以下は人権ないって言ってるようなやつが炎上してたけど、それは言い方がひどかったから炎上しただけだろう。言ったってそこまで言わなくたって、身長がじゃあ高い人がいいなって言ったら、身長低い人は嫌だなって遠回しに逆を言えば言ってるわけですよ。何言ってんのマジで。自分のタイプ言って何がいけないんだよ。わあ、雨強い。
絶対すぐやむやつだけど。お前の好きだった黒な年下と同棲してのツイートしてたの知ってる。あ、そうなんだ。いやでも彼氏ができたって言ってたのは知ってたんで、昔ね、結構前に。まあそれは同棲もするよねとは思うよ。うん、そうツイートしてたのは知らんけど、彼氏がいるとか言ってたから、まあ別に年齢的に同棲しててもおかしくはないじゃん。いやでもね、何、純情派だったのにやった事後とかツイートしてた。マジか、そんなことツイートしたの。あいつも変わったよね。てか、あいつ猫かぶってたからね、マジで。俺ほんとさ、言っちゃ悪いけど、あの、俺黒な一回だけ会ったことあるんだよ。リアルで。マジで、おばさんだったよ、ガチで。うん、俺、ほんと最初誰だか分かんなかったもん、マジで。これマジで持ってない、誇張してないよ、ほんとに。ほんとに誇張してない、ガチだかんね、これリアルガチだよ。なんか俺5年前ぐらいかな、多分5年ぐらい前だと思うんだけど、そう電車で会ったの。俺が東京の友達となんか電車乗ってたら、なんかでその友達と話してたんだよ、2人で。でそしたらなんか女の人が近づいてきて、春日さんとか言われて、え、何ですかって言って、あ、リスナーですかって言ったの。うん。だって俺、黒野だってマジで顔見て分かんなかったんだもん、ガチで。だから、あ、多分リスナーかなと思って、あ、リスナーですかって言って、いや、まあ、うん、みたいな感じで、なんか感じで言ったの。なんだこいつと思って、いや、リスナーだろうと思って。で、なんか写真撮ってくださいとか言われたから、あ、いいですよって言って、写真撮ってさ。で、なんか、なんかさ、なんか煮え切らない返事をするの。え、リスナーなんだよ。で、なんじゃん、リスナーじゃんって言ったんですよ。だって写真撮ってってことは、ネットの中の俺の配信を知ってるわけじゃん、みたいな。いや、でもまあ、うん、まあ、リスナーっちゃリスナーだけど、みたいなことを言うから、誰やねん、こいつと思って。なんだこいつ、でも、なんでこんなおかしなこと言うのかなと思って、よーく顔見たのよ。で、よーく顔見たら、あれと思って、なんか、おばさんなんだけど、おばさんなんだけど、うっすら黒なっぽい顔してんのよ。俺が昔画面で見た、うっすら黒なの面影みたいなのがあって、あれと思って、え、これもしかして黒なって言ったの。そしたら、あ、そうですよ、とか、わかんなかったんですかって言われて、マジで別人だからね、本当に。だって加工かなんか使ってたのかな、光の加工かなんか使ってたんかね。マジで別人だからね。ガチでおばさんだったよ、ガチの。いや、マジ画面で見たのと全然違う、本当に違う。だってこれ本当に分かんなかったからね、最初マジで顔見た時本当に分かんなかったもん、ガチで。で、なんかおかしなさ、俺がこうなんか言ってることに対しておかしなレスポンスするからさ、こいつ何言ってんだと思って、よーく顔見たら、あれ黒だと思って、マジでビビるぐらい違ったからね、顔。うん、本当に別人だったよ、マジで。黒なノートやってるけど、フォロワー22人に、囲いどこいたな。え、なに ?22 人しかフォロワーいないの。もう、オワコンだよね、黒なはね。前ふわっちゃってたけど、閲覧5ぐらいだったよ。しかも俺、この前ツイートしたんだけどさ、昨日だったっけな、ツイートしたんだけど、黒なってニコ生のコミュニティ 4万か5万か6万ぐらいいたじゃん。なんかさ、ほら、ドワンゴがさ、ハッキングされてさ、コミュニティがなんか復活できなくなっちゃったんだって。そこのデータが修復できなくて、コミュニティのやつ。
で、あの唯一 の、 あのオワコンのクロナの遺産だった5万人ぐらいのコミュニティがあの爆破されたんだよ、うん、コミュニティ今なくなったからニコニコの、もう何もかも消えたよね。でも俺一回試してほしかったんだよな、コロナの5万人ぐらいのコミュニティで久々に配信したらどれぐらいの人が集まるかっていうの。実現、まあ実現しなかったろうけど、コミュニティがずっと続いててもね、なくならなくても、でももうなくなっちゃったからね、うん、いや時の流れって残酷だよね。あんだけニコ生であの大手だと言われたクロナが、あんな正統派アイドルみたいなクロナがさ、時の流れって残酷やで、マジで。そろそろ洗濯終わったかな。わーてかめっちゃ雨降ってる、外出たくないんだけど、これこんな降ってたら。そろそろ洗濯終わったかな。出たくねえな、濡れるじゃんこれ、やばっ、結構降っとるよ。ちょっと滝みたいに流れてるからね。川みたいになってるよ、ちょっと。めっちゃなんか、うわ、これ画面上で伝わるかな？なんか水たまりが溜まってこう、こう坂になってるからめっちゃ流れてくんだけど。川のように。画面で伝わるか分かんないけど、すげえ濡れたんだけど、まあでもこれは絶対すぐ止むよ、ほらちょっと弱くなってきた。ふんふん、そろそろ行く、多分もう終わったかな。あー、いやいやいや、あー冷たい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 、あまだ回っとるじゃん、まだ回っとるな、これ僕のやつなんですけど、あまだ8分もある、しかもこれゼロになってから2、3分ぐらいなんかまだ回っとる、回ったままなんですよね、あと10分ぐらいあるわ。めっちゃ濡れたんだけど、あーやべえべ、これやべえべ、音がうわ、スピーカーに水入っちゃったんだよ、
ピーカーに雨入っちゃったんだよ。スピーカーに雨が入った。はあ。きついな。はあ。歴史的大雨になる。いや、さすがにそこまでではないでしょう。さすがにそこまでではないと思う。それは歴史的大雨を舐めすぎてるでしょ。こんなもんじゃないって。うん、俺昔なんか大雨の台風配信みたいなのした時こんなもんじゃなかったっすよ、もっと。マジで次元が違うから。台風ではないですよね。これ夕立かな、夕立っていうのかな、嵐ではないか、夕立でしょこれ。夕立、ゲリラ豪雨ほらもう止んでくるよこんなの。でこれすぐ止む雨なんだ、わかるじゃん物理的に。だってさ、なんかめちゃくちゃアホみたいに曇ってないのよ上が。いや曇ってるけど、もっとすっごい雲がえげつなくこう曇ってる時あるじゃん。だつまりはこう雨ってなんで降るかっていうとね、こう蒸発するじゃないですか、水分が。で上に溜まるんですよ。でそれが雲になるわけじゃん。それが水分なわけじゃん。でその雲が山とかに当たったりとか重くなったりとかしてバーって雨として降ってくるわけじゃないですか。でその雲が完全に曇りきってない感じの雲って、そもそもがその降ってくる水分の量がめちゃくちゃ多いわけじゃないんですよ。それでいてこんだけ大粒の雨がバーってきたら、一気にその上の雲の部分の水分が一気になくなるから、これはすぐ止むんですよ物理的に考えて。すぐに止む雨ですよこれは。そんな降り続ける雨じゃないこれは。そうだよ、雨の仕組みも知らないのかお前。まあ、頭悪いな。ほらもうちょっと止んできてるじゃん、弱まってきてるじゃん。お前知らないのかよ、雨の仕組みも知らないのかお前。まあ、学校出たか、大丈夫かお前、うん、だからこれはもうすぐやむやめなんだ、すぐ弱まるから。もうさっきよりちょっと弱まってんじゃん。いやまだ強いけど、さっきのよりはちょっと弱まってない？
あ、ノンノーさんです。弱まってるかな。まあちょっと弱まった気がする気持ち。さっきもっとなんかえげつない音したもんね。このフロントガラスにこう雨が当たるとき。うん、あそこがゴポゴポ出てる、あの排水溝じゃなくて、なんて言うんだっけ、あれ、ああいうのを見ると大雨だなって思うよね。あの排水溝じゃなく、なんて言うんだあれは、ちょっとちっちゃくて分かんないか。あの屋根の雨とかを多分こう流すやつっていうか、多分ほら、もう弱まってきた、ほら。だいぶ弱まってきたよ。わかるでしょ、音で。あれですよ、のりのりさ、出す。さっきよりだいぶ弱まってきたよ、ほら。こんなん長く続く雨じゃないもん、どう見ても。このスーパーよく潰れないよね、確かに。まあでも今スーパーに人が来る時間帯じゃないっていうのもあると思うけど、こう近くにね、あのヤオコーっていうスーパーができちゃったんすよ。みんなそっち行っちゃって、多分客取られてんだよ。あ、お弁当食えましたよ、うん、ありがとうございます。浮き輪みたいなの、ほら、もう弱まってきたじゃん。スンゴの力で客呼べないのか、八尾吉に。じゃあこれ名前を八尾吉江に変えようよ、じゃあ名前を八尾吉江に変えよう。うん。八尾吉江に変えよう。なんか画面チカチカしてない？八尾吉の画面上、なんかこう電気がチカチカっていうか、ついたり消えたりみたいな。肉眼で見ると全く普通なんだけど、画面上で見るとなんかなってる気がする。なんか信号機のさ、色とかもさ、肉眼で見ると普通なんだけど、画面越しにやるとなんかおかしくなるよね。あれと一緒か。なんか LED だかなんだかでやると、映すと違うみたいな。いや、実際はこれチカチカしてないのよ。肉眼で見たら普通についてるだけなの。でも画面上チカチカしてんの。言ってることわかる？実際はチカチカしてないんですよ、肉眼で見たら。画面で映した時に何かがこう関係してて、そういう風に見えるっていうか、そういう風になっちゃうっていうか。
わかります？言ってること。ほらもうめっちゃ弱まった、めっちゃ弱くなってきた、ほらめっちゃ小雨になってきた。いや、ヤオコーなんてもう結構前からできてるから。ほら、めっちゃもう弱まってきましたよ。インバータートランスの問題。まあ、多分、まあ俺、専門的なことわかんないけど、まあ、多分そういう系ですよ。イソーローが酒よこせって教えてもめてる。マジかよ。だるいな。酒よこせって揉めるってもう典型的ななんかドラマとかに出てくるクズじゃん。酒よこせとんでもないクズじゃんそんなの、うん、酒だ、酒を浴びるほど飲みてんだみたいな、だいぶ弱まってきたな。そろそろかな。よし、じゃあ洗濯物持ってくるか。そろそろ経ったでしょう。よいしょ、だいぶ弱まりましたね。あ、さっきゴポゴポって言った、あ、冷たい冷たい、ゴポゴポって言ったのこれのことね。あー、濡れる濡れる濡れる、そんなんどうでもいい、濡れる。あ、洗濯終わっとるわ、洗濯終わってる。エンド。洗濯物回収しました。回収。だいぶ弱まったよ、もう。
回収しました。もうだいぶ弱くなりましたね、雨が。おっ、じゃあ配信終わるか。ということで、先日待ちだけの配信でした。はい、じゃあ僕も帰るんで、はい、ありがとうございました。でお疲れ様です。夕立もやもうほぼ超小雨です。はい、お疲れ様でした。あ、どうも KP10 コロナ、お疲れ様です。